皆さんおはようございます。改革クラブの亀田です。一般質問の許可をいただきましたので、通告に基づき行いたいと思います。今年の夏も非常に暑かったのですが、その夏もお盆を過ぎたあたりから朝晩などは急激に涼しくなり始め、最近は昼間の暑さも陰りを見せたような感じがいたします。今朝などはですね、うちあたりは山の中ですが20度ぐらいでしたですかね。隣の清水さんと話したことでした。非常に寒いような感じがいたしました。昨日も話がありましたが、雨が局地的に集中して降ります。最近の雨は一つ一つの粒が大きく激しく降りますから急激に増水します。これも温暖化現象の一つなんだそうですが、地球環境が変わってきているのを実感し、なんだか怖いものを感じます。今回は2点通告しています。3月議会と同等の内容になりますが、最近の現状と合わせて視点を変え、また進捗なども聞きたいと登壇いたしました。まず地場産業の現状と行政の認識についてということですが、前回は人口の流出を防ぎ定着を図るためには企業誘致に取り組むことが最大の効果を発揮するとして企業誘致について質問いたしましたが、企業誘致というのはこのご時世ですからなかなか進まないようです。そこへ持ってきて昨今の建設業界の倒産の話を何件も耳にするとき、暗淡たる気持ちになります。 2,3 日前の新聞のコラムでしたが、熊本藩6代目の細川重隆の反省価格を紹介していました。今で言えば財政再建団体の反財政を見事に立て直したというもので、その改革の主眼は行政改革と倹約、それに産業の育成だったという話でだったろうかと思います。また福田総理の突然の辞任で自民党総裁選挙がマスコミを賑わせていますが、おのおの景気対策、財政再建、上げ潮派などと言われております。おのおの主張が違いますが、これにおいても経済対策が最大の争点であります。まさに経済の振興を図るということが大事であり、産業界の不振は自治体の財政に直結するというものであります。しかしながら現状はさらに倒産が続くことが予想され、また中心市街地の補助金を受けながらも日曜のアーケードなどは閑散としたものであり、相次ぐ大型店の出店で小売店は小売店は衰退の一途であります。農林漁業にも明るい話題はあまり聞きません。この実際の衰退状況を行政は的確に判断しているのか、どのように捉えまた認識しているのか伺います。せっかくの地場産業なのですが、この振興をどのように考えておられるのでしょうか。次に地方交通の在り方についてとしています。このことは前回限界集落に対する認識ということで交通手段の確保について伺いましたが、主にその後の進捗を伺うものです。地方バス代替策等検討委員会の答申後、その進捗はどのようになっているでしょうか。このことはバス業者への補助金削減も目的としているのでしょうから、利用状況に応じて見直しをされることかと思います。どうしても乗降客の少ない路線については削減の対象にならざるを得ませんが、市民の生活交通の確保は命題であります。これらを進めるにあたっての基本的な考え方を伺い確認したいと思います。以上で壇上からの質問を終わり、再質問については発言者席より行います。
農林水産部長。おはようございます。議員ご質問の1項目目、千葉産業の現状と行政の認識について農林水産業に関しましてお答えをいたします。まず農業部門におきましては、輸入農産物の増加等による国内農産物価格の低迷、農業従事者の高齢化や農家戸数の減少など多くの課題を抱えております。このような中、本市の農業産出額は平成6年の486億円をピークに減少傾向にあり、平成18年は284億円とピーク時の約6割の水準まで低下いたしております。農業従事者におきましては、65歳以上の割合が約 40% となっており、全国の約 60% より低いものの、高齢化が進んでいる状況にございます。農家戸数につきましては、平成17年が5249戸で、10年前より822戸減少しております。加えて昨今の原油高騰による燃料をはじめとする農業生産資材の価格上昇が農業経営を圧迫し、農産物の生産をも危うい状況に至っております。林業部門におきましては、長引く木材価格の低迷による林業採算性の悪化および産地災害や地下被害が増大すると、林業経営の悪化や森林機能の低下が危惧されております。一方、平成17年度の京都議定書発行に伴う森林吸収減対策並びに国際的な木材需要の増加等から、外材の輸入が減少するなど国産材の安定供給に対する期待は高まっている状況にあります。水産業部門におきましては、漁獲量の確保を図る上から、漁業者の高齢化後継者不足について対策を講じる必要があります。また燃油高騰により海苔乾燥漁船操業時のコストが増し、漁家の経営を圧迫している状況にもあります。このような状況は、農林水産業を基幹産業としている本市にとって憂慮すべき状況であると認識をいたしております。以上のような状況を踏まえまして、本年度から融資に対して利子を補給する八代元気アップ事業を実施しているところでございます。また県では本年度、飼料燃油価格高騰緊急対策資金を創設し、県市等による利子補給を実施することといたしております。そのほか、国が実施する農林水産業関連の補助事業を活用しながら、生産基盤並びに経営基盤の強化を図るとともに、政府に対しまして新たな支援策の要望等も行いながら、農林水産業の振興に努めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。商工観光部長。はい、
おはようございます。議員お尋ねの地場産業の現状と行政の認識につきまして、商工業に関しましてお答えをいたします。商工業の状況につきましては、八代商工会議所が実施しました本年4月から6月の経営動向調査によりますと、製造業、建設業、小売業、飲食業、サービス業など全7業種について景気が悪いと感じている事業所の割合から、景気が良いと感じている事業所の割合から景気が悪いと感じている事業所の割合を引いた業況判断指数はマイナス50となっておりまして、前回1月から3月までのマイナス 38.2 から11.8 ポイント悪化をいたしております。これは2期連続の悪化であり、市内の事業所が厳しい経営環境に置かれている実態を示しております。業種で最も厳しい景況感を示しましたのは小売業でマイナス 60.9、 以下製造業マイナス60、卸売業マイナス 57.1、 建設業の土木でマイナス 53.8、 飲食業マイナス 50、 サービス業マイナス 44.4 と各業種とも最低水準を低迷している状況でございます。商工会議所では今回の調査結果に、調査開始以来過去最悪の業況指数であり、原油原材料の高騰による収益の圧迫は業種を問わず多大な悪影響を与え、景気回復基調への弊害となっており、来期の見通しも今までにない厳しい経営環境の中、先行きへの不安が感じられ、より一層注視していく必要があるとの見解を示しておられます。また本年7月の八代管内の有効求人倍率は 0.53 と、前年同月より 0.1 ポイント以上低く、引き続き雇用環境も大変厳しい状況でございます。このような状況のもと、小売業の経営不振や建設業等の倒産が見受けられる現状は極めて憂慮すべき状況であると認識をしているところでございます。以上の状況を踏まえまして、市としましては本年度から八代市産業元気アップ事業を実施しているところでございます。また従前から行っております商工業に対する支援策としましては、各種優遇制度の運用資金の予託および小口資金融資制度、経営安定特別融資制度や当該融資制度利用者に対する信用保証料の補給、また産学連携支援補助金、中小企業技術者研修助成制度等がございますので、これらの制度を積極的にご活用いただき、商工業の振興につなげてまいりたいというふうに考えております。以上お答えといたします。亀田秀夫君。はい、農林水産部と商工観光部の分野について、関係部門をそれぞれお答えいただきましたが、どちらを向いても厳しい状況の中に、最近の燃油高騰がその経営を圧迫しているという状況の認識のようであります。いろんな支援策は国県頼みであり、一地方自治体にできることは限られている。その中でもですね、元気が出る産業活性化事業、今年は利子補給事業に取り組み、一定の成果があるようですが、
まあ、このことについては産業別で若干ニーズが違うようにも見受けます。だから今までいろいろ議員が質問されているわけですが、しっかりとした検証をしておくという必要があるかと思います。まあ、このことについては他にも質問者がありますが、からこれ以上の言及は避けますが、この後ですね、やはりしっかりとした検証を行って、良いものは良いとして今後の施策の展開につなげていってほしいとという思いであります。また今回利子補給事業の補正などを行えるようでありますが、銀行についてですね、なんて言いますか、無用な貸し渋り、貸し剥がしなどが行われないように進言していただきたいと思います。今回の倒産劇の裏にはそのようなことがなかったとは言えない、まあ、難しい表現をしますが、そのようなこともあったんじゃないかというような気がいたしますので、ぜひそのようなこともですね、銀行について進言お願いしておきたいことの一つであります。このように取り巻く環境は厳しいものがありますが、将来についていろんな施策を展開していかなければならないといますが、いけないのですが、今後の施策についてどのような考え方を持って当たられるか、その基本的な考え方をですね、伺いたいと思います。農林水産部長。自席より、失礼いたします。今後の施策の展開に対する考え方でございますけれども、農業、林業、水産業の第一次産業は、八代経済の基幹産業であると認識をいたしております。しかしながら農林水産業を取り巻く状況は、先ほど述べましたように非常に厳しい状況でございます。とりわけ後継者の育成確保は、産業が産業として今後とも成り立っていくための、最重要課題であると考えております。このため本市といたしましては、魅力ある職業としての選択として選択していただけるよう、経営の安定化に向けたさまざまな支援を実施するとともに、農産物の付加価値を高め、全国で認知されるよう PR 活動に努めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。商工観光部長。はい。続きまして、商工観光部門につきましての今後の施策の展開に対する考え方についてお答えをいたします。八代の商工業の振興は八代の元気の源であると認識をいたしております。しかしながら商工業を取り巻く状況は、先ほど述べましたように原油原材料の高騰などにより非常に厳しい経営環境にございます。このため本市としましては、現在の事業者に対する支援策を検証するとともに、事業者のニーズの把握に努めてまいりたいと考えているところでございます。また企業の振興には人材の育成も肝要であると認識をいたしており、商工会議所商工会とも連携をし、人材育成事業および産学連携事業など、その時々の経済状況を踏まえながら経営の安定化に向けたさまざまな支援を行ってまいりたいと思っているところでございます。以上お答えといたします。亀田秀夫君。はい、ありがとうございました。産業界を取り巻く厳しい状況の中で、まあ、後継者育成のための経営安定化に向けた支援策を実施していきたい、まあ、事業者のニーズに努め人材の育成などを行っていきたいということですが、ぜひですね、頑張って進めていただきたいと思う次第であります。よろしくお願いしておきます。まあ、今回の今日の話の流れで若干ニュアンスは違いますが、
先日商工会で関東経済産業局長の塚本氏を迎えて話を聞く機会がありまして、まあ、その中でいろいろご教授いただいたのですが、先日も新聞で取り上げており、日本の企業の 99.7% を占める中小企業がいかに力をつけていくかがポイントになると指摘したとありましたが、このあたりにもなんとなくヒントがありそうな気がいたします。ですが、現実としてですね、このような産業界の冷え込みは相当のものでして、相次ぐ倒産の中でさらなる倒産が予想されると昨日とある業者さんから聞きました。工事の単価も下がり、無理して工事を受けるような状況にないという、そのような話でございました。まあ、身につまされるような話で恐縮して聞いた次第ですが、会社が倒産し職がなくなり収入が絶たれますと、このことは市の財政に直結し大きな影響を及ぼしていきます。そこで最近の税収の推移と今後の見込みについてどうなっているのかお知らせください。総務部長。実績をお答えいたします。今後の市税の見通しについてでございますが、まずここ2年の市税の決算状況を申し上げますと、平成18年度決算額が約130億4000万円、19年度の決算額が約138億2000万円と、18年度に比べまして7億8000万円の増加となっております。これは三位一体改革の一環として、所得税から個人住民税への税減移譲や、定率減税の廃止などの税制改正による約9億5000万円の増加が主なものでございまして、この税減移譲や税制改正がなければ、個人所得の落ち込みで1億円の減少、企業収益の落ち込みによる法人市民税で4000万円の減少など、市税全体で約1億7000万円の減少でございます。また、平成20年度の決算見込み額は前年度に比べまして5億円の増加の約143億円を見込んでおります。これは固定資産税の税率改定による影響額約5億円による増加でございまして、これを除きますと前年度と同程度となります。そこで今後の市税の見通しでございますが、原油価格の高騰や小原材料費の高騰などにより景気低迷が長引きますと、企業収益や個人所得の減少、設備投資や住宅建設などの減少で市民税や固定資産税に多大な影響をもたらしますことから、今後の市税の見込みは大変厳しいものになるというふうに考えております。以上お答えといたします。はい、亀田秀夫君。はい、分かりました。税減以上で増加しているものの実際は減少しているんだというような感じ、印象を受けましたので、現在はさほど心配するような感じはないような気もいたしますが、今後についてですでは非常に心配であります。やはり基本となる部分はですね、しっかり抑えていくような努力が必要なのと思っております。今回の質問の通告をいたしまして、なんて言いますか、アバウトに通告したこともありまして、すり合わせの時間もですね、ほとんど雑談の中で進みまして、そのような中で今後に向けてどのようにすればよいという、どのようにすれば今後に向けていいのだろうかという話になったときですね、ある職員が意味軸も、それはお互いが話すことではないでしょうかというようにおっしゃいました。合併してから行政がなんとなく遠くなっているような印象を受けた中で、ほっとして嬉しく思った次第でありました。やはり補助金としていろんなメニューを用意しても、それぞれが
それが現場に理解されなかったり、使い勝手が悪かったり、役に立たなかったりでは本末転倒であり、行政と当事者が遠いのでは正確な情報は伝わりにくい。常にやっぱり現場と交流し、そしてできる範囲で独自の政策を立案できるような職員になってほしいものと考えます。また財政との折衝もあるかもしれませんが、それはそれとしてですね、やはり一方的な話ではなくて、財政にも通じ物が申せる事業家の職員も育ってほしいものだと思っております。またですね、そげんになるばってん、逆にどげんすればよかですかというような逆質問もいただきました。まあ、私は林業関係者ですけど、林業のことについては若干の話は持ち合わせますが、他の産業についてはありません。やはり話すということが基本になるかもと思うような話をしたことでした。あと高専の再編統合が正式に発表されました。熊本の電波高専との統合でありますから、こちらの持つノウハウもですね、利用できるのではないでしょうか。企業との連携を深めることがお互いの利益につながっていけたら良いのかなと思っています。壇上で紹介しました細川茂方の改革について、産業育成は知恵を絞ったもののようであります。各々の分野だけでの対応ばかりではなく、部の垣根も超えた協力体制も必要なものだと思います。産業界の冷え込みが市の財政に影響し、住民サービスの極端な低下ということは避けたいものです。国県に頼る部分はどうしてもありますが、事業努力は必要ですし続けなければなりません。成功したところだけが生き残れる、そんな時代かと思います。まあ、これは余談ですが、先ほどの熊本藩の改革というのは国米のカット、今でいう給与削減ですが、これが得意だったそうですから、そうはならないようにですね、自分たちのことと認識して、市経済の発展のために市民目線で頑張っていただきたいとお願いいたしまして、この講を終わります。次お願いいたします。市民環境部長。おはようございます。地方交通の在り方についてお答えいたします。まずバス路線再編に向けた検討状況についてでございますが、現在本年2月に市民代表や有識者などで構成される八代市地方バス代替等検討委員会から提出されました提言書および県補助を受けまして実施しました八代市路線バス関連調査の結果を踏まえまして、バス路線見直しについて協議を進めているところでございます。検討委員会提言書の主な内容としましては、バス以外の輸送サービスの導入や輸送実績をもとにしたバスサービスの限度の設定などにつきまして検討が必要であるとされております。また八代市路線バス関連調査の内容につきましては、バス利用者の特性と利用実態を把握するため、運行実態調査、乗降調査、そして施設利用者調査の中での高校通学調査や大型施設調査、さらに生活行動実態調査を実施しております。協議の進め方としまして、本庁、支所、職員からなる路線バス等
町内検討会を設けまして、これまで2回の検討会を開催しております。今後は必要に応じて関係事業者、有識者などの意見を取り入れながら検討していく予定でございます。これまで市民の生活交通の確保と毎年増加傾向にありますバス事業者に対する補助金の削減等を目的とし、バス利用者の利用目的に応じたバス路線の設定、重複路線の解消およびバス以外の交通手段を活用した代替策などを柱に検討しているところでございます。特に山間地域におきましては、バス停から自宅までの距離が遠く、自家用車とバス以外の交通機関がないところもあるなど、平野部との生活交通の利便性における均衡にも留意する必要がございます。今後の進め方としましては、バス事業者や有識者などと協議をし、地域住民の方々とのコンセンサスを図り、見直し計画案を作成したいと考えております。なお、地域住民とのコンセンサス作りの方法としましては、路線ごとのケースに応じた効率的かつ効果的な方法を十分検討し、その結果を踏まえて進めていきたいと考えております。以上、お答えといたします。はい、以上。亀田秀夫君。はい、前回の質問についての答弁では、地域の実情を把握し、総合的な見地からニーズに応じた交通手段の確保に努めたいというような内容でしたが、今日の答弁につきましては、代替策の提示こそありませんが、代替策を講じるということ、そして住民との了解を取りながら進めたいという踏み込んだ答弁であったと評価をしたいと思います。今の段階では代替策など議会に議会といいますか、公表できない部分も、まあ、当然あるでしょうがですね、タイミングを見計らって議会にも報告いただきたいと思います。よろしくお願いしておきます。台所事情は分かっているつもりですから、いつまでもこのままの体系を維持してとは言いませんし、利用目的に応じ、必要に応じて増やし、重複するものは解消していかなければなりません。ただですね、周辺部においては移動手段の確保ということはとても大切でありまして、利用率が悪いからといっての一方的な削減というのは過疎化に拍車をかけるということと同じであります。代替案を示しながら、住民の理解も得ながらの作業は大変かと思いますが、必ず実行していただきますよう重ねてのお願いを申し上げまして、一般質問を終わりたいと思います。よろしくお願いしておきます。ありがとうございました。